久しぶりにこちらへ寄せていただきまして、まあ、落語会ということで、私はまあ、いつも昼やってるもんばっかり思ってたんでございますが、夜なんですね。で、なんか私がこの時はいつも昼でなんか宴会ついてたような気がするんですが、今日はもう夜で何にもついてないということで、でもまあ、今日は、本来の落語会ってこういうことになりますと、こういうネタをやりますとか、ああいうネタをやりますとか、これが出ますとか、いろいろあるんでございますが、今日は、まあ、その一問だけで最後、大喜利をしようということでございまして、まあ、その、笑点っていうのはございますよね。まあ、ああいうようなもんでございます。ああいう立派なのは出ませんよ。言うときますけど、立派なのは出ませんけども、ああいう形は取るという。でもまあ、笑点と違うのは、笑点は台本がございますから、あれ一応本書きが5、6人もついてるんですね。で、一生懸命その作ってるんですよ。で、まあ、やっぱ話し方センスがあるなというふうに見せてるわけでございますね。もう実際は何のセンスもない方ばっかりが寄ってやってるわけでございまして。で、まあ、あんまりあれ個性ばっかりでいきますと、結局長続きしないんですね。で、もうちゃんとそれぞれの役割をつけておくと、それらしく見えて、長寿番組になるわけでございまして、本当にまあ、談志さんが司会してた自分から、やりますともうすごい長寿番組ですからね。司会だけでも私が言ってるのは、談志さんがやってた後、その転覆トリオの南さんがやっててね。で、今、円楽さん。円楽さんなんかもう若かったがもう年いっておじいさんになってきましたから、でも覚えられへんから、いつも、はっ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 て、台本ばっかり読んでもうテレビ見たらわかると、ああ、いたそれではって次読んでるんですからね。もう、だから台本通りやっちゅうのは、あれ見ていただいたらわかるわけで。今日はせやから、うまくいくかどうかは、そういうことやなしに、ただ、まあ、数だけ揃えたということで喜んでもらうしかないから。こういうのもあるというね、落語以外も、まあ、そんなんで今日は楽しんでいただこうということで、いつもの7時よりも、まあ、長くなるかもしれないということで、6時半スタートにして、案内には赤い線を入れたり、土曜日を日曜日に変えたり言うて書いても誰も見ていないという。現状が本当やそうでございまして、まあ困ったもんでございますね。私もまあここへ来て何のネタをしようかとか、昔は何を出したとかっていうのをいっぱい見るわけでございます。まあそういう中で一回も出てない、出してないネタをやろうということがまあ本来の姿なんでございますけど、ここの会話この会でね。で、その、ずっと見ながら、私なんか落語会で今でこそいっぱい読んでもってますけど、一番最初はヤング寄席っていうので、夏はそのお祭りみたいなのがございまして、で、その後バーベキューして、ただただ飲んで遊ぶというだけで、もう疲れて帰るだけの落語会しか出してもうたことがなかった。それしか私にはレギュラーのように、もうね、なかったらあいつって角座の自分はずっとヤング寄席で。で、初角と一遍だけちゃんとした落語会で来たぐらいで。あとはまあ初教になってからは何回も呼んでいただいていろいろやってるんでございますが、まあ長年その落語やってるとちょっとは息抜きにとか、なんとかってどっかへ旅行したりとかってこうするわけですけども、最近自分で怖かったなと思うことが一つございました。で、この間まあ、その家族を含めてちょっとハワイへ遊びに行こうって、本7月の1日から4泊6日ぐらい体が空きましたが、で、その後飛行機がバタバタバタとこう落ちましてですね、この間のコンコルドが、その、落ちたということもございますが、実は私も恐ろしい目に遭いまして、と申しますのは、帰る日は朝10時のホノルル発、まあ10時前です、正確に言えば。で、大阪、関西空港へお昼の1時半、まあ時差がございますから、まあ飛行時間は約8時間ちょっとやそうです。で、その、朝早く、まあ、空港へ2時間ぐらい前には行かないかということ。行って、まあ、順調に飛行機も飛び立ちました。1時間ほど、まあ、飛んでたと思うんです。で、飲み物のサービスも済んで、いよいよ腹も減ったからご飯やなと思って、もう唯一それだけが楽しみみたいな感じで、待ってると、その、ご飯が出る前に、その、飛行機が、ぐっとなんか右に曲がるんですよ。いつも飛行機飛んでてこない？ひょっと旋回する。なんか、そんな見たことないな。あんまり、よう飛行機乗っててもそんな妙な曲がり方せえへんのな。で、しばらくずっとまた、キュッと右へ曲がるまで。でもまず私横におった嫁に、まさか飛行機が忘れ物やいて帰るやないって言うたんですよ。そしたらまあ、しばらくしたらアナウンスで、この飛行機はホノルルへ戻りますって言うの。やっぱり戻るの忘れ物かなって思ったら、その空調の調子が悪くなった今に。故障したので戻ります。空調機を聞いてんねん、寒いぐらい。どこも故障なんかしてへんと思うんだけど、やっぱり人間、空調ぐらいのことを言うとかんことには心配しましたよ。もう正直にエンジントラブりましたので、エンジンがおかしくなったんで、もう、まあ1時間、
飛んでますけど、今度は偏西風に乗って45分ぐらいで戻れるってこう言うんですよ。で、まあ最初は空調って言うのよ。空調別におかしくないのに、どうしてかな、なんか言いにくいことがあるのかなって、もうその時思ったんです。で、7月の6日ですからね。で、しばらくしたら、また妙なアナウンスで、まあ、空港へ着くにあたりましては、なるべく軽い方が戻りやすいから、今から太平洋上へオイルをみんな巻くって言いまんねん。もうそれはもうエンジンしかないわけでございますね。もうそのガソリンが何かの拍子に引火して爆発したら困るから、太平洋、言い換えれば1時間しか飛んでないことは、最低大阪へ行く10時間ぐらいの燃料は積んでるわけですよ。その燃料をほかすということは、一番高いものを掘るんですよ。それはだ、もうほかすいねんから、これはただごとやないなって思うけど、向こうは、いえ、空調ですから。空調でオイル掘るってこう思ってたけど、主翼のとこにガソリン、エンジンのオイルとかいうのは積んでるんですね。どこに積んだんやったら、この主翼のところに積んだんだって。で、その先からまあ、もう気化したやつが煙のように、ブワーッと出ますね。それを言わなんだら、見つけた人がおかしいと思うでしょ。だから向こうは言いたくはないんですよ。そういうことを言うとエンジンやいうのが分かってしまいますから、言いたくないけども知らん人がびっくりしていかんから、もう一応前もって今から放出します。で、私ちょうど主翼が一番見えるところで言ってました。でももうビデオに撮ったりカメラに収めたりしながら、何かの時にはこれ証拠にしてもらわないと。で撮ってて、でまあ、あと10分ぐらいでホノルルへ戻ります。到着するから、その時はまあシートベルトを締めて、倒された、あ、その椅子は元へ戻してくださいというアナウンスがあります。で、その後に最後にとどめは何言うとか。ただまあ、万が一のために空港にはたくさんの消防自動車が待っております。これ怖いですね、それ。って。心配しないようにするっていうんや。ところがまあ、よかったわ。ハワイの消防自動車ってグリーン色でね、赤と違いまんねん。赤と違うから、もういつも消防自動車って赤っていうイメージでグーッとなんか来ますやな。とかまあ、グリーンやから、ちょっとは救われたかな。とまあまあ、無事には着いたんです。で、それからどうしたらいいのかなとこう待ってますと、で、とりあえず荷物は乗せたまま、貴重品を持って、機外へ出てください。で、機外へ出るにあたりまして、それからは、皆さん方に、お腹も空きますんで、一人10ドル。ということはまあ、その時点で、今はまあ、ちょっと円が安くなって、今やったら1080円ぐらいですけど、ねえ、だからその自分やったら1300円ぐらいです。その分の食事券と、海外へ通じるテレフォンカードをお渡ししますと。で、1時間半後にはまたここへ戻ってください。もうその自分には修理も済んで、で飛べると思いますと。こう言うからもうさ、まあ、1時間半後ぐらいで戻ったら、なも何にもふんともすんとも言われん。くしなーんと1時間ぐらい経ってみながら、どないだったねんて、すいません。やっと今治りましたと。ほな、もう乗れんのかなんだ。でも、これから本当に大阪まで行けるかどうかのシミュレーションをするのに2時間半かかるってこう今ある。で、まだ2時間半も待つんですかって。もうそこでごねたらよかったんやけどね。もう俺もこんな飛行機乗りたくないと。明日に帰ってくれって言ったら、まあ、どっか止めてくれて。で、荷物は先大阪へ帰ってもいいとこう、いや、よかったんですけど。それよりも、ま、仕事もアプリありますから、帰りたいなって言って、いろいろ探したけど、もう日本へ行く飛行機どこにも飛んでんねん。もうしゃあないな、これ乗って帰るしかないと思ったら、夕方の、まあ、向こう現地時間で夕方5時半ぐらいになって、やっと搭乗手続きができるようになりましたので、もうしばらくお待ちください。今、機内整備を本編し直してると。今、散らばってたやつを元にまた綺麗にしてますから、もうしばらくお待ちください。言うて、まあ、6時ぐらいには乗り込んで、さあ、みんなが座って、飛行機動かなと、動けへんねや、また。どないだったんねんな、今日はもう、怖いな、と思いますから。私、その時にもう見てたのがあるんです。その時も乗務員がみんな交代してますね。アメリカってすごい、それがノースウェストと。乗んなかったよ。ノースウエストで帰ってくるときに、結局そこの係の人なんかはもう8時間経ったら交代処理。もう勤務時間終わったと。飛んでへんかったも時間は終わりのでみんな交代。ほな、係で待ってた人たちが言うてる。ね、日系の人やったらまた聞いた。うわ、こんな乗ったくないよな、こんな飛行機の時は。って言うとるね。で、その人がやっぱり室内係に入ってんね。だからもうこの人が怖いぐらいから、俺はもっと怖いのになと思いながら。ほで、乗って動かへんの。どないなったねんと、乗務員が交代したために、パイロットが今、副操縦士がまだ家から来ないんですよ。舐めとんのかって、こう今ね。今、空港へ向かっておりますので、今しばらくお待ちください。と、30分でじーっと待ってたら、やっと来ましたから、飛行機に来たんかい、あんた、空港に着きました。今から飛行機へ来るのに15分ぐらいで来れると思います。結局、もうまた、乗ってから1時間ほど待たされて。ほで、大阪へ着いたら、
昼の1時半に着く飛行機がなんとか10時半に着いた。ね、もう大方9時間近く遅れてない。ほんで、もうその乗り継ぎの飛行機なんかおまへんわな。夜のあんた、もう10時も回ったら。で、乗り継ぎのお客さんには誠に申し訳ございませんが、申し出ていただきましたら、ワシントンホテルをお取りしますので、こちらは、ちゃんとお対応させていただきます。また、帰る電車がない方は、そこへお止めいたしますので、お申し出ください。な、俺、帰られへんって言おうか、って言おうと思ったけど、向こう、よう知ってまんねん、帰れるってお宅なの。大阪市内の住所変えたもんやからね、また電車は十分にございます。もう、ごねてもしゃあない思って帰ったんですけどね。やっぱり怖いですね。そういうことは。で、そんな話をこの間、まあ、その、関東の近所の人たちと一緒に飲んで、話してて、この間、えらい目に遭いまして、と。そういえば、その、下請け会社あるんですね。関東のところには、荷物をずーっと回してるような会社であるとか、その、まあ、整備を担当するところとか、一番大きいところよりも、まあ、軽いところだとは思いますけど、その、整備の人間が酒飲みながらちょいちょい、うわ、どうしなきゃ、ネジいっぱい余ってんねんって、こう言うもんね。いつも余んねん。足らんこといってもないな、言うて言うて。それからちょいちょい付け忘れてんのがいっぱいあるんやと思うわ。ただまあ、そっち小さいもんやから、別に脳天も飛んでんねんけど、ふっと気がついたときそこからひびが入ったりして、大きな事故に何年か後には繋がるということもあるけど、どうだ思いますって言ったら、うん、僕ら絶対飛行機乗れへんって言うて。それなんかもう、本当に話を聞いて、笑い話なのか、ほんまの話なのか、裏なのかとか思いますけども、まあいろんなことがあるというので、今日はまあ怖い話を聞いてもたらちょっとは涼しくなるかなって言って、今日はまあ、その中の怖い話というようなタイトルの落語を一席目聞いていただいて休憩を入れて、もう一席私の話を聞いた後、大入りで楽しんでいただこうという予定でございます。もう夜道に日が暮れませんから、もう何時になったら、私がもう今日は泊まるんですから、もうそ明日海水浴で、また来るとき大変台風が来るんでございます、ね。もう明日はまた泳げないかもしれませんけど、まあまあ、もうどっちみち今日は12時になってもいいなという気持ちで落語会やらせていただきますから。まあ落語というのは、まあ大勢の人間が集まるというところから始まる落語も結構あるもんでございまして。おいおい、ちょっと寄ってくれ、もうちょっとこっち、いえいえ。今、この男が言いかけよったけどな。人間それぞれ顔色が違うやろ。それと一緒で、みんなそれぞれ好きなもんとか嫌いなもんとか違うはずやってね。今日は一つ皆の、好きなもんを担任合いしながら遊ぼうかとこう言ってんけど、やらんか。あはは、俺、やるやろ。あ、そうか。ほな、わしから順番に聞いていくさかい答えてや。お前の一番好きなもんはなや。俺が、俺が一番好きなもんといや、酒が。なるほどな。男らしいし、嫌味がないわな。一番好きなもんが酒。わかった。おい、その次は、二番目が酒や。さあ、ここや。何聞いてみんならんじゅな子やねんけ。この男は一番好きなもんが酒。こいつは二番目が酒。これがおもろいがな。で、お前の一番好きなもんやないや。いや、俺の一番好きなもんはお前、二番目が酒やで。いや、それは分かったわ。もう二番目は聞いてんけ。一番好きなもんは何やってね。いや、一番好きなもんはお前、もう、二番目が酒や。なぶってんのか、お前。みんな順番に聞いていかんならんねん。お前一人のために待ってられへんやけ。一番好きなもんは何やっとこう聞いてんやねんけ。いずれ怖い顔しないの。いや俺のお前、一番好きなもんと言うとろ、やっぱりお前。おなご、そっち行けアホ。なきゃ言いにくそうにしてると思ったら、そんなこと迎えてけつかんねん。おい、その向こうは、天ぷら。なるほど。お前、脂っこいもの好きやな。そっちは、キャラメル。子供やから。おい、お前好きなもんは何や。え、お前の好きなもんは何やってね。あ、俺が。俺の一番好きなもんは、お前の嫁はん。あ、怖い。ようそんなこと、お前冗談にしろ、人前でようそんなこと言うで。おい、そっちは何がすっきゃ。俺はまあ、麺類ならボタモチか。何麺類ならボタモチ。ボタモチあれ麺類か魚類ですか何わからなんだ、しょうもないこと言いないな。そっちは、おら、これぐらいの丼鉢。何丼鉢。ちっちゃいのもんが好きやねんな。鍵の、いや、これも限られへんから。いや、俺、丼鉢の長いな、炊きたての飯をこう、よそおて、で、トレトレの証の生きのええ鯛を三枚におろして、これを作りにして上へ並べる。で、本わさびをカーッと吸って、まあ、浅草のりの上等をちょっと火に炙って、パラパラーっと上からかけて、ちょっと贅沢やけど、ああ、卵。これ、白身はいらんねん。黄身だけポポーンと二つ割って。
それを乗せて上から紫かけてギャーッとかき回して8杯食う。化け物やがな、お前。おう、そっちへ。俺はまあ、おぼろ好きよ。何を？おぼろ好きよ。おぼろ好きよ。顔とおたれんがな。なんですっちゃん、いやますっちゃんっておぼろ好きよの場にワイが歩いてんや、うん。そうするとな、もう周り時間が遅かったんだ、誰も歩いてない。ところがお前、足にトーンと当たるのがなんや。何かいなーとこう、拾い上げるとこれぐらいのお前、風呂敷の包みや。うち持って帰って開けてみると、ええ、でもいいやなー。5円札、10円札、100円札がべーっと、全部で360円ほど入ったの。これを俺が、まあ、警察へ届けた。で、大体ほっといたら半年を経って呼び出しや。何かいないと、例の一件。落とし主が知れんちゅうやっちゃう。ほらんたまーせちやばい。世の中に360円という大金を拾って、そのままにせんとちゃんと届けんなんて、なんという感心なやっちゃって、せんと褒めてもうて、その360円もらうもん大好き。誰かですっちゃん、そんなこと。そんな大層な話じゃない。ちょっとした食べるもんでは何がすっちゃっちね。らっきょう。えらい違いや、おめえ。360円とらっきょうちゅうのは。よし、わかったわかった。これでまあ一通り好きなもん聞いた。だから反対にな、嫌いなもん。な、世の中には嫌いなもんとか怖いもんとか、で、中には虫が好かん。そうそう、昔天下取った徳川家康っちゅう人があるやろ。ほんもう心安いで。嘘つけ、何が心安いで。あの人でもな、カエル見たらゾッとしたとか、いろんなことが言われたんや。これな、やっぱり嫌い怖いというより虫が好かんってやっちゃう。何でも我慢。おら、もうこれが一番嫌いやというもんあったら言うてもらおう。おう、な、こっちから行こう。おい、おい、やっぱり、初めに言うてんが、何や。おら、やっぱり、もう蛇がどんならな。あ、蛇な。長もん、あれ見て、すっきゃ言うやつはまあないな。そっちは、おら、うなぎや。お前似たようなもんや。その向こうは、おい、帰る。そっちは、ゲジゲジ。おい、だんだん情けないな。そっちは、ムカデがいたんな。おい、お前、何が嫌いや。いや、最近、俺の嫁がすっちゃいた。お前、何が嫌いや。あ、わいが。わいの嫌いなん、お前や。よそんな、アホなこと言うとんな。そっちは、レンレン虫。だんだん情けのなっとるな。そっちは、おら、ケツネ。何、ケツネや。ケツネ。若いもんが、ケツネとか、キツネとか、大事な、キツネタヌキというやつは、ああ、騙されたり、馬鹿されたりして、初めて嫌いということが言えねえで。いや、俺はお前も騙されてん。お前がかい、そうや。いつ、去年の夏や。どこで、この町内や。へえ、この町内ってどこ？そう、割り木屋があるやろ。おお、角の割り木屋か。そうや。俺な、去年の夏、ちょうど6時ぐらい、風呂から帰りしな、割り木屋の前まで通ってきたら、大きな白犬が一匹、ばーっと飛び出しとった。おー、これ、町内であんまり見かけんやけどなーと思って見てるとこれがな、尾っぽが太い。犬やない、狐やん。そういえば、自分によ、年寄りとか、おなご連中がこかされたとか、ひっくり返されたとか、よう言うてたやろ。うん。はぁ、さてはこいつの仕業やなと思ったらな、ざっと寄っていくなに、エビコイツ噛んで、げんこつで、眉間の間を、ブンと至ったら、あぁ、狐、仰向けにぐるーんとひっくり返った。ということで見たら、悪気や、よーさん悪気が済んだ。手ごろなやつ一本、ぐっと引き抜いて、お前いけるこの狐、ここで殴り殺してやろうとって、ペッとこう振り出したら、狐が下から哀れな声で、どうぞ命ばかりはお助けを。ねえ、言うかしたらお前、狐が物言うか、言わいでか、お前人だなそうかというようなやつやで物ぐらい言うがな。どうぞ命ばかりはお助けを。何を抜かしてきてたんだ、ね、今まで先導悪さしやがって、これで殴り殺したくさかいった。どうぞお助けを。その代わり今日ここで命を助けていただきましたら、そのお礼、アンさんが一生かかっても見れん。珍しいもんをお目にかけます。こう言わないから。おお、珍しいもんって何やったら。キツネタヌキは人を騙したり馬鹿したりいたしますが、決してその騙したり馬鹿すところを人さんに見せんもんでございますが、今日助けていただきましたらそのお礼にアンさん以外のお方騙すところをご覧に入れますと、こう言わないで。おお、せいか今まで騙された馬鹿された冗談聞いたことあるけど、騙してるとこ馬鹿してるとこ見たというやつは聞いたことない。よし、もらおもらえ、今日のところは命助けてるさかい、ああわし以外のやつを騙すところをちゃんと見せてや、よろしゅうございますちゅうてるとな、向こうから歩いてきよったんが、年の頃なら24、5。こいつも風呂帰り、浴衣かけて、濡れてるもん持ってブラブラ歩いとる。あのお方を騙してご覧に入れます。ちゅうなり、両手に置いてた。笑うば、頭
の上乗せて、すいまへんけど、ヒーフの3つと掛け声かけとくんなれ。よっしゃ、ヒーフの3つ、バーンと掛け声をかけると、いっぺんにブーンと、とんぼり返りしたと思ったら、姿が見える。はは、なんやなんや、逃しやがって、お前、だましやがったな。と思ってたら、今度姿現しちゃったんが、年の頃なら21に、背をふらっと高い黒髪がぜーっと伸びた。ああ、色白で鼻筋の通った目がパッチリとちょぼ口。なんともかんとも例えようのない、お名残に曲げよった。俺は思わず、おきっさんと。ねえ、そのおきっさんって。いや、でも、名前がわからんすかい。ちょっと今、おきっさんとこうつけて。おきっさん、なんとか鮮やかなもんやないかい。現に俺がお前、きつねやと思ってても、これやったら騙されるわ。色っぽいもんやな。いや、前から見たら綺麗が一つ、後ろ姿の艶やかなとこも見してんか。ちょっと、さすがきつねも。ああ、褒められて漫才のもなさそうに、どうぞ後ろ姿の不細工なところを見て笑うと、こんなありてくるっと後ろ向きよった。ところがやっぱり悲しいから急場の仕事や。ああ、もう帯の間から大きなおっぽがドラーンと出たね。ああ、おおきったん、おが出たる、おが出たる。ちゅうたまおきったん恥ずかしそうに田元で隠し持って、おお恥ずかしい。きつねがしょうもない、シャレ言うたよ。でね、いいよって。あで、アンさんがここにいてありましたら、仕事がしにくございますので、どこで隠れて見てとこんなに。よっしゃ、俺らめ、ワイキャー洋さんつんだろ、間からじーっと様子を見てると、ほら、キツネがタッ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 とその男のところへ寄っていって、耳元でボシャボシャ、ボシャボシャっと喋ったら、男嬉しさに、ふーっと頷いて、ぐっと二人が気味伝えて、向こう一挙れねえ。ほっ、鮮やかなもんやな、もう騙されよってん。これからどういう風に騙されていくんかいな。とうておらーとうついていったらそう。道なら2丁ほど行ったところに片方に空き家があるやろ。そこへまず、狐がシュッと入って、こっち向こうに男をチュ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 ッと招きよ。男も後続くようにして入っていきよった。よし、俺も中へ入ったろと思ったら、ピシーッと戸が閉まって、ああ、中から鍵をしよったんか、押す方が行こうが、あかん。何をそらすね、一番肝心なとこお前。何も見られん、どないしょ。どこと覗くとこはないかいなと探してたら、節穴が一つ開いた。そっから指がシュッと白いの出てきて、チーチー、チーチーともまみっきょね。ははん、さてはこの穴から覗きという謎やなと思ったかいな。ほらめ、その節穴に目をじーっと当てて中を覗くんやが、中はなんや、もやもや、もやもやして、ぷーんと臭いね。どないなったんさあ、どないなったんやろ。じーっと見てろ。ちょっとね、急に頭の上、バサーとね、落ちてくんや。で、それをまあこの左手で払いのけ持って、中の様子はじーっとみんなが、中はなんや、もやもや、もやもやして、ますます臭いんや。どういうことかわからんすか。じーっと覗きながら頭のもん、払いのけ、また中をじーっと覗いてると、急に後ろから吠えねえ、くれ泣くねがな、危ねえがな、ちゅう声で気ぃついたけど、ほら、お前、ケツの穴、馬の。覗いて匂いつくわ、そこらクソだらけ。よ、そんな青なこと言うとんな。よー、そんなえげつない騙されようしたら、うわ、もうあれから、おい、ケツ根がこうて、当たり前やん。おい、若いもんがわー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 とどうして、あ親さんでかいな。いいえな、ママこちゃん。今、みんな若いもんが酔ってね、好きなもんとか嫌いなもんとか今日話をしてたら、こいつがあんた、ケツネに騙されたんじゃ。あら、聞いて。みんなで大笑いしてたとこだ。おお、結構結構。あ、今日若いやつが酔ったろくな話せんが、まあ、そういう罪のない話やったらよかろう。そうそう、親さん。親さんもいろいろ今まで悪いことしたり、まあ、ええこともしありました。武勇伝にいろいろ聞かせていただきますが。今までに怖いとか恐ろしいと思いはったことお前か。うん。まあそりゃ、わしもいろいろとやってきたが、今までに怖いとか恐ろしいとかっていうのは、天にも地にも、後にも先にも一遍だけあるな。どうなんすか？ああ、もう、ザーッとしたな。け、いつのこってに、わしがあれば、三の年やったか。ええー。だいぶ前でな。それ、ちょっと貸してもらえしまいか。まあ、話してやってもいいが。お前ら、怖がらんと最後まで聞くか。
あのね、みんなね、うせえな、もう怖いんだから、話でな。話聞いて怖がるちゅうことおめえんだから。それやったら話さえ言ってもらおう。あ、さえば、ほら、こっち上がってくんない、こっち上がってくんない、そこにかけてくんない。みんなもんならこっち言ってくれ。で、おいさん、それやろ、いつでんねん。あ、さいでんも言うた。今からもう34、5年も前やったかな。俺の親父というのが、農林橋お払い筋をちょっと北へ入ったところに住んでて、まあ、俺が、おじきとこ行ったんが、夜も8時回ってたと思うな。まあ、おじきも職人のこと、ああ、夜鍋仕事済まして、寝酒飲もうと、おばはんがまあ、おさんの前へ酒出したところへ俺が訪ねて行ったんじゃ。おう、どこへ来てやねえで。いっぱい飲もうと思っててが、いっぱいお前も付き合わんか。へ、あら、夜だね、いなりまさ、そうだ。と、世間話しながら酒飲んでた。ああ、この世間話しながら飲んでる酒っちゅうな、時間の経つのも忘れるもんじゃ。なんやかんや話して、ふっと気がついたら12時も回った。えらい、長いことお世話になりました。墓地に帰らせてもらいますさ。もうね、慌てて帰られても、ちょっとゆっくりしたとらじゃ。うちでこういうことをして遅なった言ったら、お前のおかんも心配しようらよ。なんやったら、今晩泊まっていくか。まあ、そら、ここで飲んで遅なった言ったら心配はしようやけど、今日は何にも言わんときましたんで、帰ってやった方が帰って喜ぶと思いますんで、今日はこれで失礼しますさ。おお、そうか。それやったら十分気をつけて帰るよ。へっ、お邪魔をいたしました。ぷっと表出たんがもう1時を回ってた。川筋をずーっと下っていくの。この川が横堀が、これにかかってる橋が、農林橋だ。おい、お前ら、農林橋といや、随分と恐ろしい怖いところやろ。まあ、本町のもう曲がりのとこなんか、昼間でまた追い範囲が出るっちゅうぐらいですよ。そうじゃ。まあ、して、その自分の農林橋。わしが今、橋を渡ろうと、脇のところに、柳の木が一本埋まった。その、柳のとこから、ふっと橋の真ん中を見ると、若い女は、一人で立ってるやねん。お前さん、あの子に、夜中に、若い女に会うちゅうな、あんまり気持ちのええもんや、お前な。おうじゃ。何をしてんねやろ。こっちから様子を見てみると、その女の周りの石を、たもとへ入れてるやないか。こら、みなげやな。どうしよう思うと。お、お前らに言うといたるけどな。みなげ助けんのに声かけたらあかんねん。なんで、なんでですやないか。向こうかって飛び込むかどうか思案してるとこへ、声がかかったら、それがきっかけで、ドーンと言ってしまうってなもんや。お、で、声をかけずに、わしは、たま、手間、後ろまで行くと、その女子が欄干に足をかけて、名も浴びたら、というところを後ろからガッと抱え込んで、ゴールで何をすんねん、だーっと助けると思って、死なしとくなれ。何を言うねん。助けると思って死なしてくれ。医者の見立て違いじゃあるまいし、そんなこと言うもんじゃありゃせん。あ、脇を話ししなれ、脇を。人間大切な命を落とすというのには、ほら、そっぺその脇があるに違いない。その話を聞いて、なるほど、これでお前が死なぬことにはお下がりがつかんということが分かったら、今度はわしの手にかけてでも殺してやるぜ。その脇を言いなれ、話をしなれとわしが言うねが、もうあかん。おなも死神がついてるというか、なんというか、ただただ死にたい、死にたい、殺してくれと言うやっちゃ。まあ、今の俺やったら無理か何でも連れて帰って、ほとぼりが冷めんのを待って説得するが、なんせ若いとこへ持ってきて酒が入ったん。人が親切にこれだけ歌ってんやねんけ。そのええ死んだけで勝手に死にさらせ、ビーッと突き放して、俺がタッ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 と橋を、今に散歩で渡り切ろうとした時に、後ろで、ドバーンと飛び込む水の音。ああ、偉いことした。今まさにこの手の中で、俺は、飛び込んで命を落とすのが偉いことをしたら嫌な番じゃこういう時はちょっとでも早く帰ろうとタッ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 と帰りかけると今まで天気が良かったのに一遍にわかり戻ってきて柳をせーと揺らすような風車軸を流すような雨じゃ早いこと帰ろうとタッ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 と帰りかけると後ろから濡れわらじでも入ったような足音がじーた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 と震えないかい。おやさん、なんやそれ。俺にもわからん。おいかて、
気持ちが悪いですから、タッ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 と急ぎ足になると、後ろの足音がジタ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 、ピタッと止まると、ジタッ。ほら、もうこうなったら振り向くわけにいかん。どこで逃げるとこはないかと、ふっと見たら、片側におじろうさんが待つとある。目の前に賽銭箱がある。これ幸いと、ポイッと賽銭箱を後ろへ隠れた。さあ、後ろの足音は気がつかなんだ、止めて、賽銭箱の前をジタ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 と通り過ぎよった。おっ、やれやれ、これで助かったわい。と思ってると、その足音が、と足ほど先行ったところでジタッと止まるんだね。ひょろひょろ、ひょろひょろ、と戻ってきて、ふっ、振り向いた顔を見てびっくりした。最善助けてやろうと言うとはその女子やないかい。はまった時どこでで打ち寄ったんやろう。頭がザクロのように割れてそっから血が流れた。もう目の焦点黒たるひょろひょろひょろとしながらわしの隠れてる最善箱の前へこんなに手をかけて、さっき助けてやろうとおっしゃったたお方へのああああああもう誰もよそいかもっともっとお前のとこに行ってお前のとこに行ってああ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 それからどないなんねもうそれ怖かったら話聞かれて見えないでいかにも最善助けてやろうと言ったんこのわしがそのわしの意見貴様さんとは己勝手に飛び込んで死に損ないさらしやがってよし最善言うた通り今度は俺の手にかけてでも殺してやるこっちかいちなりおなごの髪の毛持ってずらずらずらっと橋の真ん中まで引っ張っていって、ああ、見てみ、サイレンの雨で、ああ、川の水は濁ってるわ、松野の水はこらえされいな、好きなだけ飲みさらえ、言うなり、おなごをぐーっと差し上げて、川の真ん中目がれて、ドレーンと、掘り込んだか、おやんもハマってん。おやさんもハマったん、そうじゃ、よーしの悪いことに、下に船が止めたってな、そのかまちで頭ガツンと打って、その時目から火がペーンと飛び出した。その火で素晴らしい火傷して熱いのなんのて、お前らも気ぃつけよう。そこでわしも目覚めたが、やむらごたつは危ないぞ。おさん、それ夢の話か。夢やった夢って言うてくれなんだ。みんな顔色変えて聞いてんねや。俺またなんと長い夢見やったやねん。それでもう初めから締めまでみんな夢でか。いやまあちょいちょいほんまもんの男もあるわい。よくややこしろ。いやどこまでが夢でどこからがほんまもんでんねん。いやまあつまりドボンと上がって冷たいなと思ったら俺はおめえしょんべんたれしててねん。よそんなおさ、殴られてんねやそれ。無理。見たんあたいつ来なって。あたいでか。あたいサイレンからみんながわー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 言うたので、何かいなと思って、よしていただきまして。あたよか。いやいや、今日はね、みんなが酔って好きなもんとか嫌いなもんとか言って言うてたんやけど、今、おやっさんに殴られてさっぱりええな。それよりも、みつさん、あんたがね、嫌いなもんお待ちだろ。あたいかて、そら、嫌いなもん、ございます。あんた嫌いなもんってなんだね。あたいの嫌いなもん。一つもないけど、口に出して言うのが怖いね。やめときます。なんでいいな、みんな言うてまんの。口に出すのでも嫌やと言う。余計聞きたいな、それ。あ、ほんと、みんな言うてまんの。そんなこと言わんと言うとくんない。なんだね。あたいの怖いもん言ったらな。おまんね。え？おまん。え？おばん？いや、おばんと違う。おまん。おまん！おい、お前らおまんちゅう虫してるか？そんな虫知らんな。みつさんが言うてるの、おまんちゅうな、ふーんと、わっと中からあんの出る。ふふふ。もう、お大門さんで言うてましたら、もうそれ、口に出して言うのも、言うのも、怖い言うてまんのに、わったら中からあんが出るやなんて。ね、寒気がしてきました。この調子だったら、私もまた2、3日寝込まないかんように思います。すみません。ちょっと待て。お先、帰らせてもらいます。さよなら、ごめん。おい、見たか見た。よしな、あの音があんまりすっきゃないな。ぜやろ、いつでも見ながら、騒いでるときも隅の方でじーっと冷たい目で見てんねや、あいつ。なあ、わしが盛り上がってるとき冷静な目で見る、ある目が嫌いやん。
な。せど、おまんが怖いて、そんなことあるやろか。え？いえ、まんじゅうが怖いて、ほんまやろか。そら、あると思う。そうか、そらどうやろ。なんで、なんでって大体な、ほら、あの、昔、漁師しててやで、息子がやな、お父っつぁんがあんまりも、その、イノシシをいじめたりとか、殺したりしてると、それが立たれて、息子、イノシシが怖いというのあるやねんて。いや、それはわかるわよ。ほら、みっつぁん、なんで、まんじゅうが怖いに。で、お父っつぁんが、まんじゅういじめるとかやな。なんでまんじゅう、いや、まあ、子供の自分にみっつぁんがまんじゅうぶつけたとか、まあ、いろいろあるやねんけ。おいおいね、おい、おい、まあ、おもろいこと考えて、これやれんか。何あの、みっつぁんちゅうのはな、長屋で一人暮らしやろ、四畳半に。そうや。ところ、あそこの家だけどういうもんかな、裏口がないね。表一方口やねん。なん。だから、あんだけお前、おまんって言うただけで震えてるんで、あいつわしもあんまりすっちゃないねん。これからな、あの、まんじゅうみんな買うてきて、で、みっつぁんお前に来ましたで、ちゅうて、みっつぁんとかその、ほんまもんのまんじゅうをブペペペペペペって振り込んで、ピャーっと戸を閉めてみな。聞いただけでも怖いねん。ほんまもんが飛び込んでみて。あの四畳半の狭い中、みっつぁんが、キャーバタバタ、キャーバタバタ、キャーバタ、じゃ走ってんのを見ながら楽しむか。おい、そんなすっきゃわ。やろうやろうやろう。やろうか。よし、決まった。おい、こいつが今言いだけよったけどな、こういう遊びしようって言ってるぞ。みんなやろうか。よし、やろう。ほげな、みんなあの上等のまんじゅうごとくらいなんで、なんでもかめん、まんじゅうやったら、すぐに行ってんか。わしもあの、買いに行くよってね、みんな頼むで。おい、今行ってこうできたね。おう、何持ってきた。おい、あの、立花屋のへそや。おう、なるほど、立花屋のへそが。そっちは、おい、駿河屋の羊羹でもいいか。ああ、なんでもいい。そっちは、天聖のあの、そういう、田舎まんじゅうや。もう何でもかまへんや。まんじゅうやったらええんですが。そっちは、あの、丹精堂の栗まんじゅう。ほんで、お前何や。俺はお前、消しもんちゃん。結構結構。まあ、これだけありゃいい。おう、遅いな、お前。何こうできてん。あの、高麗の豚まん。豚まんみたいなもんこうで売るやつがあるけど、まあまあ何でもかめへんわ、そこ置いといたから結構結構。とか言うとくで、な、俺が向こう行って、おいー今やー言って、ピッと戸を開けた時に、ペペペペペペと一斉に掘らんたら効果がないよってな、わかったのか。それからほら、おじおじ、な、三つさんとこへ、出かけようか。ああ、こういうことはテレビとか芝居でも見られへんって言うね。こんな俺もないねえだけどな、お、礼儀言うてんだよ、三つさんとこへな。おい、なるほど、おい、声かけてくれるか。あ、おいでか。みっつぁん、いてなるか？お加減どうです？ちょっと、最前よりはちょっと良くなったと思います。あ、せやか。いや、あんたがね、もう、震えながら帰りになったんでね、心配してみんな、お見舞いに来たりまんねんけど、ちょっと顔を上げてもらえるしまんやろか。いや、もう、お見舞いなんて結構で、お前。そんなことおっしゃらんと、せっかく来てありまんねん。ちょっと、男になれ。ちょっと顔を上げて。ああ、そうか。ほなら、ちょっとだけ顔を上げさせてもらいます。どなたさんでっしゃろ。さあ、今や、掘り込めーさあ、一斉に皆がまんじゅうをペペ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 ーと掘り込んで、ピシーッと締めんなり、キャーバタバタ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 じゃがましや、おう。誰がお前のキャーバタバタ聞きに来とおり。三つは何も言うていへんねんよ。三つのキャーバタバタ聞かないから、おのれのキャーバタバタ、キャーバタバタって、なんでそれ。ほんで、ポン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 いないな。わいがってこないシーンとなると思っていいの。こうしてこうしたらこういうことになるやろと思って、やっただけやん。なんでそんなにブルースに言われないかんや。おい、お前ちょっと中のどけ。あ、わいが、ちょっと待ってな。あ、ヘルメちゃん。はあ、どないして。三つさん死んでる。何を？ミッツァン死んでる。死んでる！ほんまにかい？動いてない。死んでる。おい、動くな、もうそうじゃねえ。死んでる。あれまあな、話聞いただけでもあれだけ震えてて、ほんまもんが来たら死ぬぐらいのことあるかもしれん。おい、動くな、動くな、動くなって。いや、もうこないなったらわしら、連帯責任ちゅうやっちゃう。なあ、ほら、また警察が来るで。え？警察来るばっからどうやん。所長が来るわよ。所長。新聞社も来んねやろか。あれは新聞社来るな。新聞社こういうのうまいこと書きよって。そうか、か。まず見出しやな。まんじゅう殺人事件。友達共謀して、共謀というのは罪が重いんやな。友達共謀して、佐藤光太郎なる者、まんじゅうにて暗殺。殺したやつもあんつくなら、
殺されたやつもあんつくらん。そこで皆揃いのベベキルか。なおなこと言うんじゃねえか。おい。なよ。中で。もしゃもしゃ、もしゃもしゃ、声してへんか。んなことあるか、おめえ、みっさん一人もんやで。そうかって声するで。ああいうふうに言うたらこういうふうになるやろと思ってたらきっちりやん。でもまんじゅうには目がないねん。お酒ってよう飲まんねんけど、これ甘いもんやったら何もでも食べられるの。うん、おいしい。おいするがやの妖怪やん。サンゴ屋の消し持ちや。これだけやったら当分いけそうやねん。ふんになんじゃ声するな、おい。おい、今度お前のどけ。あ、そう、お前が。あああああああ、お前カラスやな。どないして、三つはまんじゅう食ってる。まんじゅう食ってる。またいっぱいあいつに騙されてる。みっちゃん、おおきにごっつぁん。何を言いまげんな。あんたまんじゅうが怖い言うさかみんな泣いたれ出してまんじゅうこうできてんのに、こっちあんたほんまに怖いもんはなんだね。今度は熱いお茶がいっぱい怖い。